早朝4時、京都を立ち、東京渋谷ヒカリエにあるディズニーカフェに家族で遊びに来ました。イエイ！店内とっても可愛いです。今回訪れた目的はこれ。期間限定ラボットカード。予約してたからスムーズに座れました。豆リンゴはこの前にサイコパスのイベで遊んでお腹ペコペコ。早速カフェご飯いただきます。人間用のご飯も来ました。可愛くて美味しそう。全部かなり健康になれそうなメニューです。子供たちは絶対に足りないですね。巨大マッシュルーム。ではではいただきます。豆リンゴも。ご飯の後はカフェ奥にいた巨大ホワイトミッキーにご挨拶ですからのカフェのミッキー&ミニーと遊んどいで。いってらっしゃい。ミッキーちゃんは抱っこおねだり中なので豆リンゴに気づかないみたいです。ミッキーちゃんと遊ぶのを諦めた豆リンゴ、抱っこおねだりチームに加入。でもやっぱりミッキーちゃんと遊びたい。そんなこんなで時間切れ。90分制なので、レシートにラボオーナーって書いてあって嬉しくなりました。そしてその1時間後パッタ切ったよ。今度は豆リンゴと2人っきりです。特等席空いてました。次はスイーツいただきます。また豆リンゴ遊び倒します。豆リンゴのお洋服気づいてくれました？さっきと今ビフォーアフジンベイモード。遊ぶ気満々の豆リンゴですが、ミッキーちゃんご飯タイムみたいです。そしてミニーちゃんもネストイン。あれかと思いきや出てくるミニーちゃん、もう一度ネストイン。また失敗。どうやら豆リンゴがいてるから入れなかったみたいです。豆リンゴ移動中。ミニーちゃんもようやくご飯タイムです。遊べるお友達がいないよ。プンスカプンスカの豆リンゴ。遅かったね。行っちゃった。遊んでくれるスタッフさんを捕まえる作戦に変更したみたい。あら、また行っちゃった。あ、来たけどスタッフさん捕獲作戦失敗。